泉の着想源となったと考えられるシュリー館のレリーフ。同じくイノさんの泉のレリーフ。海から上がるビーナスの1850年のバリアント。パリ、ルーブル美術館所蔵。泉はフランス新古典主義の画家ドミニクアングルが1820年から1856年にかけて描いた絵画である。油彩。主題は若く美しい女性の姿で表現された。 泉の偽人像である。フィレンツェ時代の1820年頃に制作が開始され1856年に完成した本作品はアングルの画業において最もよく知られる代表的傑作である。泉を完成させた時アングルは76歳に達しており、すでにその名声は知れ渡り、エコールでボザールの学長を務めていた。現在は パリのウルセイ美術館に所蔵されている。作品には岩の荒れ目に永続的に立つラフが描かれる。彼女の手は水壺を支えており、そこから水が流れ落ちている。彼女は水源や泉を象徴しており、西洋古典学ではムーサに使えるとされ、私的な着想の源ともなった。壺を持った女性像のイメージは、ジャングージョーンによるイノサンの泉のレリーフ彫刻。 あるいはシュリーヤ型のレリーフ彫刻に由来すると考えられている。ラフ像のポーズはアングルの1848年の絵画、海から上がるビーナスやクニドスのアプロディテとしばしば比較される。アングルの二人の弟子、画家のポール・バルズとアレクサンドル・デ・ゴ夫フ,フが背景と水壺を描くのを手伝った。彼女は二つの花の間に立っており、花は それらを引き抜こうとする男性への脆弱性を示している。周りを縁取るヘデラは、騒乱、再生、甲骨の神、ディオニューソスを象徴する植物である。彼女の注ぐ水が川となって、境界線を生み出し、彼女と干渉者を切り離している点は、象徴として重要である。美術史家フランセス・フォールとリチャード・トムスンは、泉には、 女性と自然の記号的統一が見られると示唆している。作品中で喧嘩植物と水はアングルが女性の第二の特質で満たした背景として用いられている。1856年に完成した泉はその年にアングルのアトリエで模様された古典で初めて展示されると作品は熱狂的に受け入れられ特に高等派の詩人や 文学者たちからの賞賛を得た。詩人テオフィル・ゴーティエは、執法とラデンに収録された。詩、泉で本作品を賞賛し、テオドールド・バンビルもまた1861年の詩、銀のナイアドにおいて、泉の女性像を水の妊婦ナイアドとして歌った。ホールデン・マクフォールは、著書、絵画の歴史、フランスの天才で、泉をアングルの、特によく知られた。 ラフ像と評している。ケネス・クラークは著書、女性の美で、泉がフランス絵画で最も美しい姿と述べられてきたことに注目した。バルター・フリードランダーは、デビットとドラ・クロアで、泉についてアングルの絵画で最も有名なものと評した。絵のモデルは、アングルの住む集合住宅の管理人の若い娘が、勤めた。アイルランドの小説家、 ジョージ・ムウーアは1886年の著書、一青年の告白で芸術作品作成の道徳性について、16歳、そこそこのメイドの低層がアングルの泉の代償だとして、それが何だというのか宣伝された無垢な夢である泉の本質に鑑みれば、モデルが酒と病気のために病院で死んだことは大したことではないと皮肉った。イズミは、 翌1857年、フランスの政治家タンネギー・デュシャテルによって購入され、デュシャテルは本作品を手に入れるために2万5000フランを支払った。1878年に政府が絵を取得し、作品をルーブル美術館に収めた。1986年にはオルセイ美術館に移された。作品はしばしば展示されて、広く公開された。ありがとうございます。